はい、こんにちは、ゼルです。今回はですね、ちょっとマイクの話をしたいなと思うんですけど、コンデンサーマイクと、ダイナミックマイクですね、これの違いのお話をちょっとしたいなと思います。まあね、皆さんもご存知だと思うんですけども、おさらい的なね感じで、ちょっとお話したいなと思います。はい、まあ、マイクにはですね、まあ、大きく分けて2種類あると。はい、コンデンサーマイクとダイナミックマイクですね。まあ、これはマイクのこの音をね、いわゆる音からで電気信号に変える時のもうまあ変換の仕組みですね。まあ、これによって2種類に大きく分かれていると。うん、で、まあ、違いっていうのはですね、まあ、まず一番大きな違いは、電源、ファンタム電源ですね。48V のファンタム電源が必要か必要でないかというところがまあ一番大きな違いですよね。コンデンサーマイクの方はファンタム電源が必要ですし、ダイナミックマイクの方はファンタム電源は必要ないと。うん、これなんで必要ないかっていうと、ダイナミックマイクの構造的にですね、その電源が必要ない仕組みになっているということですね。要するに音を、電気信号に変換するときに、まあ、コンデンサーマイクにが必要としている、電気ですね、それも、まあ、同時に、確か発生させる仕組みじゃなかったかな。まあ、この辺ちょっとごめんなさい、記憶が曖昧なんですけど、うん、まあ、どちらにしても、コンデンサーマイクと違ってダイナミックマイクは、ファンタム電源が必要ないというメリットが、まあ、あるということですね。なので、まあ、入力端子に、まあ、つなげばそのまま音声入力できると、うん、いうことですね。で、コンデンサーマイクの方はファンタム電源が必要なので、まあ、ファンタム電源のついてる、まあ、オーディオインターフェースを用意するとか、まあ、私みたいに今ねマイクプリを使ってますけど、こういったプリアンプをかました上で、オーディオインターフェースとかに入力するとか、まあ、今は私の場合はカメラに入れてますけど、まあ、そういった形で電源が必要か必要でないかっていうのが一番の大きな違いと、うん、いうことですね。で、もう一つが、大きな違いとして、指向性の違いですね。まあ、指向性といっても一口に言ってもいろいろあって、まあ、この音質がはどちらがいいかって言われると、コンデンサーマイクの方がおそらく自分はいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、感じてますね。まあ、これも使い道っていうか用途によるので何とも言えないですけど、コンデンサーマイクって比較的、指向性としては、まあ、方向はですね、結構こう何て言うんだろう、比較的向きが決まった感じになってるんですけど、これちょっと、私が今使ってるアーカーゲイの P120、 以前の動画でねちょっと見てたやつがちょっとこの辺のね、違うスペックの P、 同じマニュアルに載ってる P220 の方をちょっと見てて話してたんですけど、これが今見てるのが P120 のやつですね。うん、で、P120 の指向性って、こうね、ちょっと遠いかもしれないですけど、まあまたね、興味ある方は P120 の、スペックシートですね、マニュアル確認してほしいんですけど、比較的、まあ向きもそうですけど、比較的ちょっと広いんですね。うん。なので、結構周囲の音を拾いやすいっていう傾向はあるんですよね。うん、なので、まあ、前提としては静かな環境で使うのが、おそらく前提になると思います。そうしないと、周囲の環境音とか結構いろいろ拾っちゃうんですよね。うん、で、例えば今もしかしたらちょっとカチカチって音入ってるかもしれないんですけど、私のねこのマイクの近くに今カメラを三脚で立てて使ってるんですけど、 RX100M7 ね、これのカメラのところのレンズのところなんか駆動音がね、これ何の駆動音か全く分かんないんですけど、たまにカチカチって鳴ってる音がおそらく拾ってる時あると思うんですよ。うん、これはやっぱりコンデンサーマイクで比較的こう広めにね音を取るので、そういう音も入り込んできてしまっているということはまあ一つ言えますよね。うん、なので一応コンデンサーマイクに関してはまあ一つ前提としては静かな環境でまあ使うのがいいんじゃないかなというマイクですね。で、代わってダイナミックマイクの方は指向性の、まあ、向きもそうなんですけど範囲が狭いんですね。本当にマイクのこの網の部分の本当に周囲のちょっとの部分だけしか音が拾わないように、
基本的にはなってます。まあこれマイクの、これもねマイクの種類によるんですけど、これはねだからダイナミックマイクでもコンデンサーマイク並みにちょっと広いやつもあったりするんで、これはあのねあのスペックのあのシート確認してもらわないとダメなんですけどね、買うときにね。うん。まあ、傾向としてそういう傾向があるってことですね。はい。なので、例えばカラオケで使うマイクとかね。うん。ああいうマイクは、ね、周囲に音がガンガン鳴ってんだけど、自分の声だけがマイクに入力されるっていうのは、まあ、そういった特徴があると。うん。本当に、このマイクの網の部分の、周囲のほんと狭い範囲の音だけしか拾わないようになってると、うん、だからある意味そういう、点でいけば、ね、そのなんて言うんだろう、近い近辺の音だけしか拾わないという意味でいけば、逆にダイナミックマイクの方が、優れているという見方もできるわけですよ。なのでこれ別にどっちが音がいいかっていう話でもなくなってくるんですね。そうなってくると、はい、用途によってまあ、使い分ける必要があるっていうことですね。はい。で、例えば私のね、今ね、こう撮影してる環境でいくと、まあ、以前ね、ベリンガーのコンデンサーマイクだったり、今使ってるアカーゲイの P120 の、ご紹介っていうかね、お話もさせていただいたんですが、今私が撮ってるこの環境でいくと、まあ、比較的静かな環境なので、まあ、コンデンサーマイクを使う方が、まあ、より、私のね、まあ、思っているいい音っていう形で撮れるだろうということで、まあ、コンデンサーマイクを選択してるっていうだけなので、はい。なので、例えば今流行りの、なんだっけ、ウェブ会議とか、ああいう感じで、例えば会社の会議室とかで、周囲のね、環境音、周りの、まあ、仕事をしている人たちの会話だったり、音とかっていうのが、比較的入りやすい環境でそういったウェブ会議をする時のマイクとして選択するのであれば、まあコンデンサーマイクよりかはダイナミックマイクを選ぶ方が逆にいいかもしれないですよね。うん。なので単純にまあどっちの音がいいっていう、まあ単純なんて言うんだろう、音のクリアーさとか、まあ、こう質感みたいなところの解像度とかね、そういうところでいけば、まあ、コンデンサーマイクの方が、まあ、おそらく音がいいというふうに感じる方の方が多いのかもしれないんですけど、それもですね、環境によっては、良くない方向に働いてしまうっていう部分も、まあ、どうしてもあってしまうと。これはマイクの特性の部分なので、まあ、しょうがないですね。だから、用途によって使い分けるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。なので音がいいイコールコンデンサーマイクっていうのもあながち、正しいわけではないということですね。はい。まあその辺ぐらいかな。まあケーブルとしては同じように XLR 端子の、ケーブルですね。キャノンケーブル使うのも変わらないですし、うん、そうですね。まあそれぐらいじゃないですかね。うん。電源が必要かそうでないかですもんね、うん、まあそれぐらいじゃないですかね。はい。なのでまあご自身の、このマイクを使う時の環境ですね、用途に応じて、まあ、選んでいただければ、いい音が取れるんじゃないかなと、はい、思いますので、ぜひその辺もね、考慮した上で、検討してみたらよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで今回はですね、コンデンサーマイクとダイナミックマイクの違いについて少しお話しさせていただきました。何かの参考になれば幸いでございます。はい。では今回の動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。